少しお話を聞いていただけますでしょうか。実は私、とある料理を得意としているのですが、もう長いこと腕を振るう機会に恵まれずにいるのです。亡きお師匠様から受け継いだ秘伝、このまま二度と役立てることなく世の終わりを迎えるのかと思うと残念でたまらないのでございます。あいにく料理は得意じゃないんだ。力になれるとは思えないな。いえ、ごく単純な話でございます。食材が手に入らないのですよ。貴重な食材なのか。はい、昔は入手も容易だったのですが。覚えておくよ。気が向いたら届ける。恐縮至極でございます。こちらどちらの食材をお持ちいただいても調理は可能でございます。ようこそ。まだ食材が必要な食…何とぞよろしくお願い…ようこそ。必要な食…レシピは2つございますが、風の噂では高い崖の上で食材を見つけた人がいるとかいないとか、ご参考までに。奇岩地帯に差し掛かりました。険しい岩肌に囲む。はあ、ついてきてみろ。食らえ。このまま一気に。ついてきてみろ。当然の結末だな。チョコボの力を借りないと先に進むのは難しいでしょうね。こんな場所にも人が住んでいます。女神エトロを崇める異端者の集落、ポルタです。取り戻す。
ためらう理由はないな。初めてか？俺はダリオ。どこにでもいるおせっかいの一人だ。ここはヤクト、狩猟団の村だ。早い話が、まあ魔物を飼って暮らしてるわけさ。狩猟団の団員はでたらめで適当に見えるかもな。一応厳しい入団試験をくぐり抜けてんだぜ。腕利きのハンターが揃った狩猟団は鉄の結束を誇ってんのさ。具合が悪そうだな。ごめんなさい、ちょっと喉をやられてね。医者の不養生ってやつ？まあ人間の医者じゃなくてチョコボの薬を作ってるんだけど。薬の調合師か。そうよ。ってあらやだ、お客さんだったの？今更だけどいらっしゃいませ。薬の材料は自分で持ち込んでちょうだい。それがここのルールよ。まあうちで調合してるのは人間じゃなくてチョコボ用だけどね。専門の薬師がいるなんて、この村のチョコボは大事にされているな。チョコボがいなきゃ暮らしが成り立たないからね。何がご入りよ？チョコボの滋養薬だ。必要なのは妙な咳だな。医者に見せた方がいい。平気よ。チョコナミンが希望だったわね。材料になるチョコボだけとナメクジスイーツを持ってくれば調合してあげるわ。
いらっしゃい。バルハラの天使の様子はどうかしら。悪くなってはいないようだ。よかった。材料は揃えてきたようね。早速チョコナミンを調合するわ。はい、チョコナミンが完成したわ。最高級のものができたわ。これなら。その咳、普通じゃないな。医者はどこだ？すぐに連れてこよう。無駄よ。医者もサジを投げたわ。お前、じゃあ。ええ、私もう長くないの。確かに人は永遠に近い時を得たわ。でも病気になれば死ぬし、飢えて死ぬことだってある。世界の終わりを見届けることもできずにね。でも私は命の火が尽きる前にバルハラの天使のための薬を調合できた。それも最高の材料で作った一世一代の傑作よ。これって素晴らしいことじゃない。あとは人として最後の務めを果たすだけ。務め？何の話だ。何でもないわ。個人的な話。さあ、早くチョコバに薬を届けなさい。ところで、赤いキノコ、クリームマッシュルームって見かけたことないわよね。何でもないの、忘れて。また薬が欲しくなったらどうぞ。あ、材料はちゃんと自分で用意してね。ライトさん、それチョコボにあげてみませんか。幻の赤いキノコ、やっぱり絶滅してしまったのかしら。辛そうだな。そうでもないわ。クス氏にとって本当に辛いのは、作れるはずの薬を作ってあげられないことよ。薬を求めている患者さんにね。チョコボではなく患者か。誰か助けたい人がいるんだな。ええ、私ならあの人を苦しみから解き放ってあげられる。薬の作り方は分かってる。でも見つからないのよ、材料の一つが。どんなものなんだ。幻の赤いキノコ、名前はクリームマッシュルームよ。何百年も前に絶滅したとされてるの。まだどこかに生えてるんじゃないかってずっと探してるんだけど。キノコだけで作れるのか、その薬は。実は他にも素材がいるの。レシピはこれ、手に入るといいんだけど。無理言ってごめんね。カルデシアは随分前から伝説の赤いキノコを探してるみたいだな。どんなめくじ野郎、急に襲ってきやがって。今度はぶちのめしてやる。そしたらなめくじスイーツは俺のもんだ。これを飲め。回復力じゃ。先生、頼む。ああ、見てみよう。
問題ない。人を乗せて走れるまでに回復しとる。まだまだ本調子とは言えんから、引き続き面倒を見てやることじゃな。それにしてもなんとまあ美しいチョコボじゃろうか。このわしの100年は全てこの瞬間のためにあったんじゃ。ありがとう。